ですね、サトルさんに一言アドバイスするならっていうのをみんなが答えました。サトルさん。めっちゃ難しくない？すなんかあれですよね、直みません。確かしに。てほしいところとちょっとリンクするところあるんですよね、多分。いや、そうね、今言ってた、直してほしいところとリンクはしますかって。直してほしいところと、あんまりなさそう。ないっなて。さそうですか。もう、アドバイスとして考えてもらったらいいと思います。ああ、もうちょっと分けてね。アドバイスするとしたら。もうめっちゃ具体的よね、全部ね。お体大切にみたいな。ちゃいます？もうちょっと具体的にどう大切にするというか、なんかこう、健康面で。自分を、自分の気持ちを大切にちゃうかな。違うか。アドバイこれスででしもょ。難しいよな。なんか、もうどれか当ててほしいのを考えて、それに絞ったヒントにしたらいいんじゃない？当ててほしいの。何ですかやね。すい。私でいい、私が。俺はなんか下から3つ目が、面あ、白いそうですよね。思いましな。たね。まあ、直近でこれ言われたこと。なんか声気をつけた方がいいよっていう話が多分、田村さんからあったかと思うんですけど。答えたのは俺じゃないけどね。最近気をつけ先た週方がぐらいい。いですかね。で、今日見てる人には伝われへん。多分。まあね。もう完全にアドバイスした、俺。確かに、確かに。で、それをちゃんと今日は実行できてる。事故できている。もう今実行できてる。事故できてる。ズームのカメラの位置を気をつけろと。ちゃいますか？映り方。あ、合ってます。めっちゃすごい。よくわかった。ズームのカメラは正面で。ちゃんとね。アドバイス。そう、ちょっとこうね。もう、すごい、すごい、すごい。いや、もうそうだね。今日ね、見ていただいてる方は、ね、綺麗にちゃんと正面映ってる。いつもね、ちょっと、あれなんですよ。カメラがずれて、僕らもね、やっぱり、ズームミーティングはよくするんですけど、ズームミーティングの時にちょっとずれてて、ね、やっぱり今日もそうですけども、今後もね、社外の方とするときに、正直ね、社外の人とか突っ込んでくれないですか？ね。あ、ちょっとずれてるな。あ、おでこしか見えてへんなという時も誰も突っ込んでくれないんで、やっぱりそれはね、アドバイそスこを意さ識せていして。ただいて、で、ちゃんと今日全然ずれてないですよね。売れてないですか？で、素晴らしい。今日は大丈夫だと思うので、そうは全部できましたと。じゃあもうちょっとこれ時間もあれなんで、他はちょっとなかなか当たりにくいと思うんで、竹中さん呼んであげてください。一つ目が、タバコを減らすと体調がさらに安定するかもしれません。タバコ吸うんですね、サトルさんね、こう見えてね。そうですね。で、その確か次に。は、無理しないでください。で、他は特にありませんって答えた方もいらっしゃいますそうなんでし、すか。と、忙しい日々が続いていたので、しばらくはご家族とまったり過ごしてください。この答えは、分かってんのかって思いましたけどね、一瞬ね。この放送で流すねんぞと一瞬は思いましたけど、まあまあ大丈夫。他は、滑るギャグはもちろんいいけど、滑らないギャグもたまには。それも面白かったんですよ。確かにアドバイスといえばそうですよね。滑んなよって話ですよね。いやいや、よし、滑結構って打る率ぞっ低ていいんう。でね。そんなこと。最初の挨拶がもうさ、ね、滑ってましたからね、今滑っ日てまね。したね、早速ね。いや、いいと思います、いいと思います。確かに確で、かに。最後が、これからも料理、家庭福祉の可能性を追求してほしい。そうですね。これもう分かってる。